じゃあ天守台です、天守台跡にこちらから向かいます。さっき石垣の魅力と伝えたんですけど、本当に整ってる、形でですね、さっき田島城の城門のところにも書いてありましたけど、もともと黒田長政ですね、小林川高影が築いた田島城、筑前田島ですよね、そちらがもともと本拠だったので、そちらにね、城を作ったというか、その後を利用しようとしたんですけど、小早川水軍ならともかく、思いっきり海に出てるところですよね。こっちから行きます。ちょっと海に出すぎてると、城下町を形成するには、港町としては、漁港としてはいいでしょうけど、海運のそういう取引の場所としてはいいでしょうけど、これから江戸時代が、長く続くだろうと、太平のようになって、戦でもないと、これから城下の繁栄を願うにあたって、城下町を形成するにあたってはあまりにも海すぎたということと、やっぱりその黒岳らしい、というところも入れたかったんでしょうね。要は田島は人が作った城ですから、改築修築して入る場合もありますけども、そういって新規にですね、自分の城として築くっていう例はいくらでもありますけど、例えば伊勢松坂城ですよね、蒲生氏郷公とか、やっぱり自分のセンスというか、あの方は今で言ったら非常にセンスの高い方なんでしょうけどね、素晴らしいお城を築いてますけど、やっぱり人の作ったお城っていうのはね、現代でも建物とかいろいろありますけど、やっぱり自分流にしたいですよね、俺流のお城という感じでしょうかね。はい、観光客がいないときはね、こうやって撮れるんですけどね、立派な石垣です。そう、天守台なんですけどね、皆さん左の方から行きますけど、この石垣を見ずして天守語れずと、別にぐるぐる回ってどっから入ってもいいんですけど、要するに観光客の方は天守閣を最短でピストンするだけですから、周りの意向には全く見向きもしないということになりますね。こちらもね、すごい、あちらがさっき見ていた多聞櫓ですよね。見えますかね、白いのがそうです、建物これがそうですよね。ちょっとね、可愛いワンちゃんの撮影会をやってたんで、邪魔にならないように引き上げました。こちらからね、ぐるりと回り込むように。天守台の大きさっていうのは、お城によってちょっと違うんでしょうけど、ここも決して、なんていうんですかね、高く、大きくはないですけども、形がいいですよね。裏側から階段で当たりがついて、別に簡単に入れるんですけど、ちょっとあえて遠回りをしてですね、いう感じで周りから見上げるという感じもいいですよね。ちょっと天気悪くて雨降りそうなんですけど、ギリギリなんとか間に合いそうですかね。福岡の市街地もこんな大きな町になったとは思ってなかったでしょうね。でも52万石の町で、しかももともと博多の町も、だから博多と福岡を合わせた町ですよね、言うなれば。県、今の行政で言えば県は福岡県ですけど、もともと博多商人、博多、泉州で言ったら堺ですよね。そういった商人の町として先に先駆者がいて発展してましたから、こんな建物がね、江戸時代の人が見たらびっくりするかもしれません。ちょっとこっち工事中で行けないっていう感じですよね。城地の広さもそうですし、さっきから言っている天守ですよね。天守台、天守、こういったものの作り、その層になっている石垣ですよね。高さっていうよりも、こう美ですよね。作りが綺麗ですし、舞鶴城とも言いますよね、こちらも。よくある名前ですけど、やっぱりそれだけ石垣の、先月も甲府城とかね、来ましたけども、大体舞鶴城って呼ばれてるところは田辺城もそうですけど、石垣が綺麗ですよ。間違いなく石垣の美を、建物はもちろん天守でしょうけど、天守が別に鶴の形をしてるってわけじゃないでしょうから、全国どこもほとんど似たような作りですからね。白亜の天守とは言いますけど、姫路城の場合はね、同じ鳥でも白鷺城ですよね。大きなグラウンドもありますと、そういう形になりますね。この下の方から行くと、入り口なんですけども、観光客の方は大体右に降りて左に降りると、それのピストンをしてるっていう、そういうことだけです。
ここで工事で、あとは行き止まりなんですけど、行っちゃいますか。こういう感じです。この石垣の部分も結構広くて高いんですよね。で、皆さん見落としてるかもしれないけど、もう一個面白い櫓があるんですよね。今日ちょっと時間あったら撮りたいと思うんですけど、そこに、ある櫓っていうのはあんまり皆さん動画でも見たことないかもしれませんね。あちらが井戸とか、こっちも敷地内本丸ですよね。もうこの領地の広いのが、まあ、一番魅力的なところなんですけど、石も大きいですよね。どっから持ってきたんですかね。多分名島城の作りのものっていうのは、先ほどの門は別としてもほとんど遺構はないですから、まあ、黒田氏が全部新規に作ったお城ですよね。まあ、ここで見ると平山城っていう言ってもいいですよね。さっき平城って清宮倉の時は言ったんですけど、まあ、そこは城地がそんなにないですから、まあ、多分この辺りは、まあ、桜とか梅とかいろいろあってですね、まあ、楽しめると、まあ、ここはこういう感じですね。今天守台は観光客の方がいっぱいいるんであまり映しませんけども、さっき映した天守台の形ですよね。石垣のこの形、この上に、天守があったんだと。あ、櫓見えますね、こっちからね。 木がない季節に来るとね、ちょっと結構いろいろ見れるんでいいですよね。木があるとですね、ちょっと天守から外れますけども、合わせて紹介しちゃいます。意外とね、あれ何って知らない方も多いんですけど、ちょっとね、人がいるんで映しにくいですね。こっちはグランドの方と街並みが見えますよね。これですよね。これ。裾のところまで降りれますんでね。この櫓も面白いですよね。建物はこういう感じですね。まあ、広い地域にこれだけのものがね、まあ、天守台はこちらですよね。ちょっと天守に上がっても人だらけなんで、ちょっと今考えてますけど。回れるだけ回りますかね。まあ大きな魅力としてはここが天守ですね。の石垣っていう形になります。よく復元の CG では出てるんですけど、どこから持ってきたんでしょうかね。正確な絵図っていうか正式な絵図っていうのは、確かなかったと思うんですよね。天守不明っていうことなんですけど、まあ天守があったのは間違いないんでしょうけど、どっかに、まあ、資料があるんでしょうね。まあ、想像図ではなくて、まあ、こういったお城がありますっていう何か証拠じゃないんですけど、あったんだと思いますね。まあ、天守台の入り口になりますね。はい、まあ、今階段がついて、これも昔から考えたら直したんでしょうね。まあ、こういう感じですよね。まあここに出てるぐらいですから、おそらくあったんでしょうね。ちょっと黒っぽいお城ですよね。まあ、松江城とか、まあ松本城とかな感じのお城をちょっとイメージしてますけども、まあ、イメージというかあったんでしょうけどもね。ちょっとここ、ね、そろそろ綺麗なものにしてほしいですけどね。この CG はなかなかいいですよね。写真も撮っておきますかね。この天守、ここもねずっと工事してて、これ手すりつけたりこれの工事してて全然入れなかったんですけどね。何年前でしたっけ。もうこんな傷んじゃったんですよね。で新規で来た時は早速ということで天守に来たんですけど、こういう形ですよね。石垣になってます。でここが入り口ですよね。まあエレベーターやなんかつけるほどではないんですけど、結構急な階段、内側もこんな感じですよね。石垣になってますね。さっき見た多聞櫓が、北東の方ですねになりましたね。まあ、入り口を見るとこういう感じですよね。ちょっと逆光というか反射しちゃうと分かりにくくなるんで、そのようにしますけど、この梅門のところですよね。ここに渡りつけて今は歩けるようにしちゃってるんですけど、ここ前はなかったんですよね。でここから上がって、まあ、さっきのところに戻っちゃうんですけど、また往復しますけどね。ちょうど観光の方がね、ベンチもね古くなりましたね。こういう感じでね、ちょっと見上げると色合いがダメになっちゃうんで、こういう感じでしたね。
で、そこから戻ってメモのところと天使の入り口になりますよね。ちょうど人が来てたみたいなんで上がってみましょうか。ちょっとね、あのこういう途上も便利なんですけどね、まあ、もうちょっと違う形にできなかったかなとは勝手に思ってますけど、関係者じゃないんですいません、ね、このバン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 この音ですね。さっきから静かな、あ、本当広いですね。あそこはまだ、大堀公園の池ですけど、まあ、今でこそね、周りが都市化になってますけど、ビルになってますけど、どんだけ広いんでしょうっていう。やっぱり熊本城より広いんですかね。すいません、調べてないのに何度も大きいの小さいのってこういう感じですよね。まあでもこれ階段ないと上がれないですからね。まあでも本当は石垣にしてほしいですよね、という勝手なお願いです。ここも工事してて、前はね立ち入り制限があったんですけど、今はまあ何でもないですよね。ここは大天守台跡、天守台がなんか低いところにある感じですけど、まあ、そんなことはないです。ここが礎石というか、この上に、これはあの足ではないんですけど、この上に囲むように建物が建てたと。さっき40、50でしたかね。まあ、そのぐらいの規模にはなるんでしょうね。ちょっと待ってみますかね。まあ、これ何がいいって、あの、お城の、あの、天守の最上階もそうですけど、見晴らしがいいということだけなんですよね。現代の街しか見えないという。ちょっとまあこの高さでこれを作ってるっていうのは、まあ、天守復元するまではこうするんでしょうね。はい、すいません、文句ばっかり言ってるというふうに聞こえれると思うんで、ちょうど今人がいなくなったところで、今ね一人歴史上さんみたいな人がいましたけど、あんまりここってそういうあの観光とかカップルの方はいますけど、お城好きなお城マニアの方っていうのはあんまり意外と合わないですよね。やっぱりあの武田城とかね、ああいう方行っちゃうんでしょうかね、姫路城とか、あの有名な城なんで、まあ天守でもできたらね、やはり見応えのあるものはどうしてもね、いやちょっとぽつりぽつりと雨が降ってきましたね。福岡町並みどうでしょうか、黒田長政公、黒田家が気づいた名城ですよ。ここにもありますよね。この CG のこともねちょっと調べてないんで、写真がある名前から知ってますし、このバーができた頃もね来てますんで、あんまり天守台と礎石、さっき言ったねちょっと変わった形してますよね。柱が立ってその上に骨格が各軸組み立ち上げ、あ、なるほどね。まあ割と何でしょうね、あの、まあ、今でも難しいんですよね、こういった建築はね。やっぱ小天守、中天守、大天守、あ、これですね。あのちょっとガンが汚いんでちょっと話して写しますけど、まあ、こういう感じですよね。まあちょっと一瞬熊本城じゃないですけど、やっぱり防備を考えた城だなと。ちょっと入り組んでるね、こういうあの観光のお城を作ろうと思ったわけじゃないでしょうから、まあ徳川家光公家綱公3代4代ぐらいまではね、外様大名の違法とか天保は非常に多かったですからね。黒田家といえども安泰が保証されてるわけではないですからね、はい、ちょっと長くなりましたけども、はい、じゃこちらで筑前黒田氏が治めた福岡城でした。